こんばんは。長い前髪、長くて丸い。今日は前髪、ヘアメイクさんにしていただいて、そしたらめっちゃ丸くなりました。前髪が今日ハーフアップしてるんですけど、多分ハーフアップしてるからちょっともうハーフアップ撮りたいと思います。キャー、すごい。ハーフアップ撮ったら髪がすごいことになった。キャー、よいしょ。ぺったんこ。エイコもさっき帰ってきました。さっき帰ってきて、今日の写真、撮った写真とか見てたんですけど、前髪が丸すぎてびっくりしちゃう。今日いつもの倍丸いですね。分けたらいいのかな。ダメだ、まん丸。ちょっと待ってね。よいしょ。まあいいや。今日はショールームは何時までしようかちょっと決めてなくて悩み中ですね。多分何時までにしよう、1時間くらいにしようかな。ちょっとテロップ、11時よいしょ。ビービベさん、これは何だろう。フルーツ、なんかアイスかな。アイスのタワー、ありがとうございます。ビービベさん、ありがとうございます。こんばんは。今日はショールームしてみました。なんかもともとこうやってまっすぐで髪の毛してたら、ちょっと 前髪か、あんみつくまたわか、あんみつくまたわ、ありがとうございます。なんか目にかかるからちょっと巻きますねってなったらめっちゃ丸くなった。前髪がびっくりだ。今始まりました、ショールーム。ちょっとさっき帰ってきたんです。何にしよっかな。はい、なんか3色あるけどどれがいいんだろう。これでいいか。今ね、前髪を切ったので、前髪だいぶ前に切ったんですけど、パッツンに切ったからめっちゃここの遅れ毛が普通こう丸くなるじゃないですか。ここがこういう感じに、みんなでもそれがないから、今こうやってポニーテールとかしたらすごいめっちゃ丸くなっちゃうんですよ。だからちょっとシュッ、頑張って前髪。すごい、今さ多分20時1分くらいに始まったんですけど、今4分間ずっとこうやって前髪してるね。ちょっと私ゆきたんの配信みたいになっちゃう。前髪、まあいっか。久しぶりじゃないんですよね、ショールーム。6月今13日で4日にやったんですよ、ショールームは。
画面暗いかな。6月4日にあのアナウンスの防波堤が解禁されたので、その時にやってて、そう、ちょっと待ってね、そう、アーシャも変わったんですよね。アーシャ、ちょっと待ってね、うん、アーシャも変わっていろいろと変わりました。それで、あれです、そう、アーシャ大人っぽくなった。ちょっと待ってね、そう、すぐ変わりました。なんかさっきビバースとかいろんなところで何だったっけな、6月の30日のあ、オンラインが残りわずかだったんですけど、皆さんなんか落選された方もいらっしゃったらしくて、多分完売になったかなみたいなんで、皆さんがおめでとうって言ってくださって嬉しかったです。そう、ツイッターとかビバースとかで来て知りました。嬉しい、ありがとうございます。なんかね、完売したとかはいつもファンの方のツイートとかビバースのメッセージとかで知るんですよ。なんか完売とか見るのってなんかあれなんですよね、きっと AKB のなんだったっけ、なんか、うん、AKB の会員みたいにならないといけないらしくて、そう、看板おめでとうってありがとうございます。そう、オフィシャルショップ、そうなんです、会員にならないと見れないんですよね、きっと。なんかログインしないと見れないらしくて、だからいつもファンの皆さんに、そう、そうそう、見れないんですよ。だからいつもファンの方のメッセージとかで知りますね。マネージャーさん、そう、マネージャーさんは見れるので、その残りわずかまでもう少しとかあるじゃないですか、そういうのをなんかを聞いたら教えてくださいます。そう、ん、ちょっと待ってね、東京のスワンさん、クマタワー、カフェのクマタワー、ありがとうございます。嬉しい、東京のスワンさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。今日はドラマの撮影がありました。ドラマ、ありがたわ、ありがたいです。今日はドラマの撮影があって、でももう今日でクランクアップしました。そう、多分あれですね、そのソララとかアイちゃんとかマホピョンさんとかとか、なんかまだしてない方もいっぱいいると思うけど、私とあとゆきちゃんとかそこら辺のみんなはクランクアップしました。
そうでもね、6月はドラマは終わったんですけど、いろんな収録とかがあって楽しみですね。前髪切ろうって思います。いや、セリフを覚えるの全然大変じゃなかったです。めっちゃエコで、セリフめっちゃ少ないので、片手に収まるくらいだから全然大丈夫です。ホテちゃんとかもちょっとまだわかんないですね。どっちか終わったか終わってないかわかんない。一緒にならなかったですね、ホテちゃんとは。多分ホテちゃんの役って学校が違うじゃないですか。学校が違う役みたいな、他校の役か。だから一緒にならなくって、一回も撮影とかで。うん、そうなんです。そう、ハルピョンさんと今日一緒に写真撮りました。ダブル橋本で一緒に撮りましたね。6月公演あるかな。全然わかんないですね。でもなんか私も公演出たいなって思ってるんですけど、ドラマの収録がない日でも、ドラマチームの方が、そのドラマのいつ撮影が入るかわからないから、こっからここまで大きくドラマで撮らせてくださいってなって、スケジュールにが入れられないとかがあるので、だから劇場公演そう出れないのはね、ドラマので何いくつか撮ってるから出れないんですよ。だからその日予定がなくても、取り押さえられてるっていうんですかね。そうだから最近ね、出たくてもね、あんまり出演できなかったんですけど、この前カスミンのやつで急遽出ましたね。いつだっただろう、6月だった気がします。だから7月になったら多分劇場公演には、多分っていうか7月になったら出れるんですよ。そう、逆上がりしました。めっちゃ緊張はしなかったけど、めっちゃ楽しかった。逆上がり初めてして、チーム K さんの曲とかあんましたことなくて、なんかみんなフェスとか一緒にならなかった17期のみんなとかは、転がる石になれをフェスでしてたり、あとはいつかのフェスとかでなんかランランランしたみたいなのを聞いたんですけど、チーム K さんの曲全然 AKB に入ってからしたことなくて、そうチーム B さんの結構することあったんですけど、チーム A さんだったり、だから逆上がりが初なのかな、チーム K さんの曲。そんなことないけど、初めてした。あ、そうだ、最終ベルもね、最終ベルも逆上がりですね。逆上がりじゃない、あれですね、そこに未来がある公園で、あるんだ。そう、よいしょ。そう、あ、チーム K さんね、チーム K さん、皆さんはチーム何さん推しで入ったんですか、最初 AKB に。一番最初の推しメンさんはチーム何さんでしたか。私はね、前田敦子さんがずっと大好きだったので、チーム A さんの公演生では見たことないけど、重力シンパシー公演のゲネプロは一回見たことあるんですけど、向井地さんのチーム A の時の見てて、で前田敦子さんが好きだったので、チーム A さんめっちゃ好きで、パーティーが始まるようがめっちゃ好きなんですよ。
みんな結構恋愛禁止条例がすごい AKB のメンバーさんだったりファンの方好きって言ってらっしゃる方多いと思うんですけど、チーム A さんめっちゃ好きで、そう前田敦子さん大好きなんです。初見ですって嬉しい。最初なんかショールーム始めたての頃、17期で初めてショールームした時、初見ですが分かんなくて初見かと思いました。入りは前敦さん。そうなんだ。皆さんいつから AKB 好きなんですか？なんか結構その私の握手会来てくださる方で方とかでも、あの2007年くらいから劇場通ってますとか、もう最初の頃から前田敦子さんが推しメンで、だからめっちゃあれだよとかめっちゃ昔から好きなんだって方めっちゃいらっしゃるんですよ。2023年、嬉しい。何きっかけですか？嬉しい。2023年から嬉しい。何きっかけなんですか？4年前から。4年前だとなんだろう、ネモハモルーマとかかな。でもなんかネモハモルーマ新規っていう言葉をめっちゃ聞きます。それくらいネモハモルーマの時きっと多かったのかな。ね、ネモハモ新規っていう言葉聞きますよね、よく。チームエイトさんきっかけ、おー、すごい。私はフラゲ新規。フラゲ新規すごい。もう子さんですよね、今だとフラゲ子さんってなる。ソミヨンさんの YouTube の考察見てます。あのエリコもミヨンさんとミヨンさんの YouTube にいつか出演して、あの AKB について語りたいですね。なんか朝まで語れそうな気がします。なんか AKB ってめちゃめちゃ、ちょっと AKB の愛を語るんですけど、 AKB ってめちゃめちゃ面白いし、めちゃめちゃ歴史もすごい長いし、すごいなんだろう、姉妹グループさんだったりも合わせたらすごい歴史になると思うんですけど、なんか起こった出来事とかもすごい、なんかもういろいろあるじゃないですか。ドラマの数も多いし、豆腐プロレスとかマジスカ学園とかアドレナリンの夜とか、なんかドラマとかめっちゃあるから、2023年末にカウントダウン TV ってどうしても君が好きだ見てから、それはあれかな、私がアンダーで入ってたやつかな。どうしても君が好きだのあれですか、初披露のやつですかね。あ、でもそれ4月だったから違うか。私は小学校1年生くらいから好きです。小学校1年生から AKB がすごい好きで、なんかもともとその前田敦子さんが AKB にいらっしゃった時は私は保育園の頃だったので、あの小学校1年生って言ったら恋するフォーチュンクッキーの頃だったんですね。だけどちょっとレアなタイプかもしれないんですけど、私あの AKB48 に前田敦子さんがいらっしゃった頃の動画を見て、その見てた頃はもう前田敦子さん卒業されてるけど、なんかそれから前田敦子さん推しになったみたいな。卒業された方を、前田敦子さんがまずめっちゃ気になって、それからあの AKB、 その前までももちろん前田敦子さんのこと知ってたけど、そう卒業してから好きになるっていう形でした。なんと
で、それで AKB を調べるようになって、なんかそういうのを調べたらなんか最初から見たくなるんですよ。例えばワンピースとかってめっちゃ長いじゃないですか、歴史が。だけどなんか途中から今やってる放送のやつから見ようってならずに、漫画から漫画の第1話から読もうってなっちゃうんですね。だから AKB ももう AKB1 時59分ビンゴから見ずに1時59分から見て、そう、わかるって嬉しい。皆さんもそうでしたか？そう、全部ね、歴史を全部追いたくなっちゃうんですよ。だからめちゃめちゃ時間かかりましたね。なんか一時期小学校3年生くらいの時はシングルで言うと、なんだろう、Be My Baby くらいかな、多分だったんですけど、その頃も AK ビンゴの大島優子さんがいる AK ビンゴとかも全部見漁ったりして、過去のやつ全部見漁って、でライブ映像とかももう見漁りに見漁って、他のドラマとかマジスカ学園とか、あの AKB の微妙っていう番組あるじゃないですか、コント番組なんですけど、それとかも全部見漁って、でそれでなんか私のお兄ちゃんって、私お兄ちゃんいるんですけど、私お兄ちゃん結構私妹なんですけど、妹のこと結構好き系のお兄ちゃんなんですね。でそのお兄ちゃんがいつも家帰ってきたら私の部屋に入ってきて、エリちゃんって言ってハグしてくるんですよ。だけどその頃の私はAKB が好きすぎて、 AKB のことをいつもなんか常にこうやって AKB を見てたんですよ。常にもう放課後家帰ったら AKB 見るみたいな生活だったから、だから一回お兄ちゃんがエリちゃんただいまって言ってハグして来そうになった時にめっちゃ号泣しながら、今 AKB 見てるから家もう部屋入ってこっといてって言ってめっちゃ号泣したことがあります。さすがにお兄ちゃんもびっくりしてました。そう、早い反抗期、小学校3年生くらいで、そう、周りもう AKB 好きな子多かった。そう、それが私の学校に一人もいなかったんです。そんなことある？でもそう、誰もその学校とか学年とかに AKB 好きが誰もいなかったからこそ、私ってもしかしたら日本で一番 AKB のこと好きな小学生なんじゃないかって思い始めてきて、でそれでお兄ちゃんにある日、ね、私もしかしたら今いる日本の中の小学生で AKB 一番好きかもしれないって言ったんですよ。今全国にいる小学生の中で一番 AKB のこと多分知ってて一番好きだと思うって言ったら、なんか普通にお兄ちゃんに孫で全国は広いからそんなことないよって言われました。そう、世界は広いかってなりましたね。そうだからね、 AKB めっちゃ大好きで、なんかもうミュージック、なんか AKB って本当にいいじゃないですか。もうなんか泣けてくるほど AKB ってすごいいいから、なんか AKB のミュージックビデオってなんかたまにふとした瞬間に見漁りたくなる時ないですか？エブリデイカチューシャとか
見始め、エブリデイカチューザー久しぶりに見ようと思って見たら、え、ポニッシュも見よう、言い訳メイビーも見ようってなるよね。あるあるってね、よくコメント欄で2024年の今も見てる人とかありますよね。その後かいつから AKB に入るの夢見てましたか。なんか将来の夢は昔からあったんですけど、なんか保育園の頃とかはなんかそんなになりたいものとかなくて、なんか漫画家になりたい時もあったり、デザイナーになりたい時も1ヶ月くらいあったり、なんか看護師になりたい時も3日間くらいあったり、学校の先生になりたい時も2日間くらいあったりみたいな、もう短期間すぎるんですけど、なんか AKB は小学校1年生でハマって追い続けてからずっとなりたかったです。そうなんです。なんかそう、 NMB さんもね、これなんか AKB 新聞の取材とかでもめっちゃ聞かれるんですけど、 NMB さんに入る予定はなかったんですかって、大阪出身なのでよく聞かれるんですけど、でもなんかなんだろう、やっぱり NMB さんもすごい曲、めっちゃいい曲がいっぱいありますし、でもなんか AKB と NMB さんってすごい別物じゃないですか。48姉妹グループだけど、でもやってる曲のなんだろう雰囲気とかもう全然違うし、だからすごい NMB さんもすごい素敵なんですけど、オーディションに応募したことはないんですね。そうそうなんです。だから AKB のこと語ったらもう永遠に語れます。なんかそうで、握手会とかも小学校4年生の時に初めて行って、大阪に住んでたのでなかなか劇場とか行けなくて、東京にまずあんまりそのイベントとかで行けなかったんですよ。行けても名古屋みたいな感じで、だから名古屋に名古屋で全国握手会しますってなって、絶対行きたいと思って、その時にまゆゆさんの握手会とかいろんな方の握手会に並んでました。そうミニライブとかも見てたりして、めっちゃ楽しかったミニライブ。そう、家族ね、家族 AKB 好きなんですかって聞かれるんですけど、家族は AKB はファンじゃなくて、私だけ家族の中で AKB 好きだったんです。で、その住んでる地区でめっちゃ珍しいかもなんですけど、 AKB ファンの子とかいなくて、なんか結構もう中学生とか小学生くらいになるとみんなは K-POP とかがみんな好きでしたね。でも唯一 AKB が好きな方がいて、それが私の小学校4年生と5年生の時の担任の先生なんですけど、絶対に AKB のファンでしょってくらい、なんか AK ビンゴのこと言ってもわかるし、なんか通じるし、なんか指原さんと渡辺真由さんのときめきメモリアルのやつわかります？真由さんが指原さんにときめきメモリアルっていうゲームのカセットかなを返してなくてみたいな、あるじゃないですか。それも知ってるんですよ。そう、仮パクのやつ、そう、貸し借りの、それも学校の先生知ってて、だからもう絶対 AKB のファンですよねと思って、先生って先生
なんかその先生が昔なんか野菜シスターズをAKB がちょうどヘビーローテーションの頃に野菜シスターズをなんか小学校1年生を担任で持った時に運動会でしたことがあるって言ってて、これもう絶対先生も AKB 好きなんだと思って嬉しいと思って、先生も AKB 大好きなんですね、ファンなんですねって言ったら、好きだけどファンじゃないですって言われました。でも絶対ファンだと思います。絶対 AKB ファンだったけど多分シャイで隠したんだと思う、あの先生で。私が小学校4年生の時に思春期のアドレナリンをにハマってて、チームエイトさんのそれにドハマりして、その学校の先生に思春期のアドレナリンっていう曲がめっちゃいい曲で頭から離れないので絶対に聴いてくださいって言って、なかなか聴いてくれなかったんですけど、毎日聴いてくださいって言ったら1ヶ月後くらいに聴いてもらえるようになりました。いい、めっちゃハマる。そう、待って、そうなんですよ。うっ、やばい、お腹が鳴っちゃった。そう、 AKB って本当にいいですよね、奥が深くて。だからミオさんとあのイーナ研究所で前 AKB のことを AKB のゲーム AKB に絡めたゲームみたいなのもしたんですけど、なんかもうやり足りなくて、もっとなんかなんか真面目に今度は、だからイーナ研究所だとちょっとお笑いチックになるじゃないですか。だから真面目になんか情熱大陸っていう感じでやってみたいなって、そうやってみたいんです、ミオさんと。なんかアナザースカイって感じで AKB を語りたいんですよね、真面目に。なんか一切ふざけたりせず AKB のことを語りたい、対談したいです。僕らの時代、そのまゆゆさんの情熱大陸見たことあります。えいちゃん手紙送っていい？あ、いいですよ、嬉しい。ファンレターですかね。ありがとうございます。AKB 試験は受けてみたかったんですけど、小学生の時の自分だと費用がかかるじゃないですか、だからできなかったです。でもCD とかは買ってました。そう、だから翼はいらないの CD も持ってるし、ハイテンションとかシュートサインとかハッシュタグ好きなんだもん、といろいろいろんな CD も持ってます。生写真も引いてました。センター試験ね、でもセンター試験って JKT48 さんの名前を書きなさいみたいなのもあるじゃないですか。ちょっとね、間違えちゃうかもしれない。でも受けてる方めっちゃいらっしゃいますよね、結構センター試験よく受けてる方聞きます。だからめっちゃよく受けてる方いっぱいいるから、英語受けても絶対トップ10には入れなかった気もしますね。でもその頃の自分は本当に小学生の中で一番 AKB のこと好きな、なんか自信だけはあったので気合で乗り切ってたかもしれないね。面白い、結構またやりたいですよね。
しそう。またやりたい。第2弾、前回2017年くらいかな、2018とかですかね、10年後とかにやりたいですね、その第1回目の10年後みたいなね、イントロクイズもめっちゃ好きです。それでね、やっぱり最近夜中に寝る前に天井を見上げながら思うことがあるんですけど、やっぱりいろんな方に AKB を知っていただきたいし、 AKB のこと好きになっていただきたいし、なんかコンサートとかにも来てほしいなって思うし、イベントとか握手会とかファンミーティングとかだと、その全国ファンミーティングとかだと私が小学生の時とか、東京にはなかなか行けないけど名古屋だったら行けるよみたいな方もいると思うし、だからなんかいろんな方に AKB の現場に来てほしいなと思って、最近思いついたことがあるんですけど、AKB の消えたファン創作会っていうのを活動してるうちにやりたいなと思って、もし私が10年いるとするじゃないですか、その10年の中で1回はショールームで消えたファンを創作したいって思ってて、なんか私今お披露目されてから2年経つんですけど、そしたら2年間の間に消えていったファンの方もいらっしゃるんですよ。もちろん皆さんやばい、消えてないけど消えてるって思われてたらどうしようって思うかもしれないけど、本当に消えた方だけ探すんですけど、ちょっと待ってくださいね。キラちゃんさん、白玉あんのつタワーありがとうございます。キラちゃんありがとうございます。初めてですかね。嬉しい。キラちゃんありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい、ありがたわです、ありがとう。高い他の界隈で楽しんで、そう他の界隈で楽しんでるかもしれないじゃないですか。巻き戻すっていう、取り戻すか、呼び戻す。絶対に呼び戻したい。私それで今まで何人の方が消えていっただろうって数えたんですよ、夜中天井見上げながら。そしたら2人しかいなかったんですけど、でも探せばもっと いや3人かな、消えていった方、もっと本気で探したら多分片手に収まるくらい見つかるんですけど、数えた3人しかいなかったんですけど、でもその3人1人でも AKB のファンにしたいなって思って、少ないって思うじゃないですか。でもやっぱり一人一人やっぱ AKB に戻していくことが重要だなって思って、でも大体そういう消える方、消えていったファンの方って大体前兆があるんですけど、大体消える1週間前くらいにお話し会とかで、エリちゃん久しぶり、もう最近全然来れてなくてさ、でもね、もうエリちゃんのこと推し変したとかそういうんじゃなくて、本当に今本当に仕事が忙しくて
もうなかなか来れないんだよね。そうだからね、あの仕事が忙しいから、ちょ次の部はあの僕の妹が参戦します。で妹です。あの AKB とかはそんなにあの詳しくないんですけど、兄の紹介でちょっとエリちゃんに来てみました。これはこれ、この方消えました。でもう一人消えた方は、もう一人消えた方はあの、あーもうエリちゃん久しぶり。そこ、この前ねファンレター書いたんだけど、書いたのもうめっちゃ久しぶりになっちゃって、ほんとごめん。でもほんと教えしたとかそういうのじゃなくて、でもほんと今仕事がねもう忙しくて、手紙にも書いたじゃん、手紙にも書いたんだけどさ、仕事が今めっちゃ忙しいんだよね。でもねこれからも行けるとき行くから、あの絶対教えしたとかじゃないから。この方なんと1年来てないんですよ。1年以上ですね。いや忙しいことはすごいいいこと、やっぱりお仕事が忙しいことはいいことじゃないですか。ただしお仕事が忙しいって言ってる方は絶対消えちゃうんですね。だから1年以上なんですけど、その消えていった方は、それ最初の1年かなくらいで、その2回目、あの2個目に言ったこのお仕事が忙しい方は、あの春の桜ファンミっていう、あの17期のイーナ研究所のファンミがあるんですけど、あれを、あのイベントを最後に消えていってしまって、でもすごいお見送りでは幸せそうな顔してたから、多分本当に仕事が忙しいんだと思うんですけど、1年経ったので、あのそろそろお仕事落ち着いたかなっていう頃に、私がショールームでちょっと名指しをして、今日はしないですけど名指しをして、このテロップに消えたファン創作会ってやって、あのツイッターまでは言いませんが、ファンの方の名前を言って、皆さん知ってますか、探してきてください、エリちゃんが呼んでるって言ってたよって言って、あわよくばそのショールームの時にねこう来てくださって、え、いやエリちゃん最近会ってないからさ、もう僕のこと忘れたと思ってたんだよねとかになって、で忘れるわけないじゃんで、この感動な感じで AKB の現場に戻ってきてくださったら嬉しいなって思うんですけど、皆さんどう思いますか。公開捜査、皆さんどう思います。セリフ決めとこう。だって確かに一人でも AKB にまた私のやっぱ劇場公演にまた来てくださったり、握手会にまた並んでくださるだけで、一人でもあのあれなだけでかなり違うじゃないですか。そうだからちょっと探してみようかなって思うんですけど、どう思いますか。そう、しかもねそういう方ってツイッターの赤アカウントがあるじゃないですか、アカウントさえも動いてないんですよね。動いてないプラスいいね欄も何も、あのその1年前でいいねが止まってるっていう、これは事件の香りがする。あ、大輔さん、カフェの熊田はありがとうございます。嬉しい、カフェの熊田はありがとうございます。大輔さん、たまありがたわです。ありがたわ、ありがとうございます。そういいねはね、いいね見ないんですよいつもは。だけどえ、このファンの方そういえば何し、今なんか
半年くらい見ないなで調べるじゃないですか。でしたらアカウントが出てきて、え、ツイート止まってる、え、生きてはいるよね、でいいね欄をそういう時に見ます。いつもは見ないです。でもいいね欄見て、あの、待って、1年前で止まってる、事件の香りがするってなりますね。そう、でもちょっと調べ、なんて言うんだろう、捜索探偵マサイ、でもね、あれですよ、30代くらいの方とかだったりするから、全然そんな、病とかではないと思います。そう、いなくなったファンの人は18期か19期レーンに行けば半分くらい見つかるかも。あ、それはね、ないんですよ、絶対。だいたいあの、どこの、そういうのって例えば劇場とかに、劇場とかでお見送りとかでそういう方とかに会ったりするかもしれないんですけど、そういうこともなく、多分 AKB の現場にもう来てないみたいな、絶対と言い切れるんですね。だからさ、おお、誇りでした。ちょっと探してみようっていう、ちょっと今度やってみようかなって思います。どう思います？こんなことしたら荒れますかね。結婚したとか、おー、ちょっと今お腹が鳴っちゃいました。暑い、今日はね、もう朝からずっと髪の毛ハーフアップにしてたから、ハーフアップで肩ついちゃいました。必死すぎて引く、うっ、刺さった、なんちゃって、引かないで、引き戻す。そしたら私が引いた分、私がこう引っ張ります。なんちゃって、今日のお洋服はワンピースです。あの、イーナ研究所とかでも見たことある、あ、着たことあります。僕が消えたら探しに来てください、だって新しいですね、それ。よくあの、探さないでくださいとかは聞くけど、探しに来てくださいなんだ、新しいですね。探さないでください、だって確かに暑い、もうあれですね、もう夏だ。僕のことも見つけてくださいね、だって。僕は消えません、すごいあれだ、僕は死にませんみたいな感じ、金八先生の、の嬉しい、僕は消えませんって、両手を、武田鉄矢さんの両手を広げて言ってほしいですね、そのセリフ。ぜひ、エリちゃんに認知される方法はありますか？もうね、皆さんのことを覚えてますよ、皆さんのことを認知してます、認知
される方法は、もうしてるよ。こんばんは。覚えてるよ。もっちゃんうちわで応援しますって、ありがとうございます。もっちゃん、足元のもですね。もうすぐ終わりだ。あと8分、あと3分でランキング読もうと思います。ありがとうございました皆さん。エリちゃん、エリは DD は嫌い。だって好きですよ皆さんのこと。だって DD でも誰でも大好き。でも誰でも大好きでもエリコのことも好きならそれで嬉しい。嬉しい。誰でも大好き。でも AKB がみんな好きですよね。好きってことですよね。だって AKB っていっぱい魅力があるからみんなのとこ行っちゃうよね。だからでもエリコのことも好きでいてくれるならそれでいい、それでいい、それでいいのかのかな。いい、でも DD でもエリコが一番だったらいいのではないですか。今日は前髪がバッツンすぎて顔が四角く見えます。暑い。このリングライト、リングライトの明かりが暑いです。オイラはエリちゃんナンバーワン。重めの前髪いいっすね。嬉しい嬉しい。あの電球、あの円です、円、あのほら、あの丸の形のリングライトです。リングライト熱い熱い、溶けてしまう。やっぱり話したい。皆さん気づいたらハマってました。嬉しい。かゆい、かゆいけど嬉しい。気づいたらハマってった。嬉しい、かゆい。お、20時55分になったのでランキングを読みたいと思います。それじゃあちょっと待ってね。13位から13位、たくさんありがとうございます。たくさん。12位、ニコマルアットマーク今日も大好き、ありがとう。エコも大好き、ニコマル。11位、ゆたかさんありがとうございます。ゆたかさんありがとうございます。そして第10位、あ、ちょっと待って、10位、 M ハラさんありがとうございます。ありがとうございます、山原さん。9位、としちゃんありがとうございます。としお。第8位、大和さん、大和さんありがとうございます。第7位、ようじありがとうございます。第6位、さ先生アットマークエリツファン、はい、さ先生ありがとうございます。第5位はよしてるさんありがとうございます。よしてるさん。そして第4位はビビベベさんありがとうございます。ありがとう、嬉しいです。そしてトップ3は第3位大輔さんありがとうございます。ありがとうございます。第2位は東京のスワンさんありがとうございます。
東京のスワンさん第2位ありがとう。そして第1位は、今日の配信の第1位はキラちゃんです。初めての方キラちゃんありがとうございます。1位タワーありがとうございます。キラちゃん初めて、初めまし、初めてタワーですよね。ありがとうエリちゃん大好き、え嬉しい、キラちゃん嬉しい、ありがとうございます、ありがとう。あと3分、今日もショールームありがとうございました。あっという間でした。暑い暑い、めっちゃ面白かったわ、ありがとう、嬉しい、またショールームしたいと思います。なんか月に3回はしたいなってショールーム思ってて、6月4と6月13にしたので、また6月できたらいいなって思います。次いつか分かんないけど、いつだろう、でもきっと6月は歌番組とかもあるんじゃないかな、多分。お楽しみに皆さん、劇場では皆さん7月に会いましょう。いや6月もあるかもしれないけど、わかんない、そこに未来はある公演したいな。暑い、うやばい、聞こえ、うお腹が鳴っちゃう、聞こえましたか、聞こえた、よし、あと2分です。じゃあね、初見です、ありがとうございます。水分取ります。あ、ルイボスティーね、ルイボスティー飲んでるんですけど、ルイボスティー飲んでたらお母さんに LINE で、あのルイボスティーは歯が茶色くなるからって言われて、ストローで飲んでます。あのもともと水しかあんま飲まない、水大好きで水しかいつも飲んでなかったんですけど、ルイボスティーってむくみが取れるらしいので飲んでます。むくみ、むくみ取りとして。また早く早く公園でエリちゃんに会いたい、 ありがとうございます。また劇場でもお会いしましょう。今ね企画してるじゃないですか、今週はそばかすのキスかな、だからちょっとエリコも早く、今逆上がりとずっとずっととラベンダーフィールドしたことあるんですけど、いっぱいしたいですね、もっと劇場特別企画。あと1分だ、皆さんありがとうございました、ありがとう。今日は、今日ハルゴンさん、あ、中川遥香さん、じゃあね、おやすみなさい、またね、バイバイ、ありがとうございました。3、2、1